何でも常に調べようとするその好奇心に燃え。私も行くよ。呪われたらつかさんとこでお祓いしてもらおう。だったら私もお付き合いします。気をつけていきましょう。いつまで続くんだ。今度はどこでしょう。どなたかのお家のようですが。どれどれ。それで改まって何のお話？まあその大した話じゃないんだけどな。お父さん？コナちゃんの？しかも若い。ちょっとこれいつ？もう付き合い始めて随分経つしだな。ええ。ここらでそろそろ結婚？なんだ今の音。お隣さんが何か落とした音じゃない？別に気にすることないわ。そっか。なんだ、焦っちゃったよ。それで、さっきのお話の続きは？結構、何？え、まあ、その…結構…俺の趣味にも理解を示してくれるようになったよなって付き合う時にあんなこと言っておいて今更理解も何もないでしょ。それもそうか。ずっと振り向いてくれないからギャルビーズ気になったんだとかそういうこと言ったらしいよ。それでお母さんが付き合ってくれたんだって。まあ最低だということについては激しく同意。
話はそれだけなの？他には？あ、いや、その…そうだ、押せ、押しまくれ。それだけだな。あとは何でもない。そう。それじゃあ私買い物があるから行ってくるね。もう気をつけてな。いざとなったらプロポーズすらできないのか。また言えずじまいか。付き合う時のきっかけがああだっただけにいろいろ考えちゃうよな。付き合うのと結婚ってのは全然重みが違うし、プロポーズだけは俺の本当の気持ちをストレートに伝えたいって思ってたんだけど、どうすりゃうまく伝わるのかな。俺がこんなんじゃいつまでたっても結婚は無理だ。プロポーズやめちまうかな。あんなこと言ってるよ。お父さん思い込み激しいからね。泉さん、そんな悠長なことを言ってる場合じゃありませんよ。どうしたの、みゆきさん。泉さんのお父様がこのままプロポーズをやめてしまったら結婚自体がなかった。そうしたら泉さんも生まれなかったことに。それは困るよ。待って、ゆきちゃん、私たちここで見てただけで何もしてないよ。介入したじゃないですか。泉さんのお父様がまさにプロポーズをしようとしたとき、司さんが、話の腰を折りましたよね。早急にどうにかしないと。とにかくお父様にもう一度プロポーズを決意していただかなくては。どうしよう、どうしたら。我に策あり。ここはこの手しかない。